僕は韓国の本当に山奥の山間壁地で生まれて育ったんですけれどもうちはまあ多少古い家系でそれでかなり儒教的な雰囲気の強い家柄でしたそこへおお父さんんとおじいちゃんの友人、うん、だった。 韓国読みでファン・キャンニョンという中国にも留学したことのある文人で韓国では多少名前の知られた人がまあよくうちに遊びに来ましたそれで遊びに来ると長い時はほぼ2ヶ月まあ短くても1ヶ月ぐらいは滞在してそこで絵を描いたりいろいろ詩を書いたり。 それで合間を見て僕に僕45歳の頃書とか絵とか漢文を教えてくれたりしてそういう影響を小学校入ってからも続いたわけで78年間はその先生の教えを受けたと思います。で全然それは、まあ あの教育としてというよりも自然とうちに来て自分の孫を教えるようにいろいろなことをまあ教わってえそれでもその先生は「君は器用でえその絵心があるけれども曲がり間違っても大きくなって絵描きになるんじゃないよ」そんな絵なんて、えー 女子供の満たしために過ぎん。そういうものは自分の何かの情緒っていうか、情緒っていうか、そういうものの糧にすることはあっても、それをあの専門にするというようなことはやっちゃいかんというようなことを言われて育ちました。それでまあうんとその田舎だし、農業が中心なのでまあ、自然は豊かですけれども。 文明からはまあかなり距離のあるそういうところで幼い時を過ごしたのでそれが自分の根元にあってえまあ後にはかなり文明コンプレックスみたいなものもできたと思うんですが非常にある面で原始的というか自然との その関わりというものが強いということがいまだに根にあるかもしれないという気はします。まあ、それにやっぱりまあ家に本がいっぱいあったし本を読んだりそれでまあ音楽も韓国の古典音楽からまあたまたまいろんなレコードがあったんで西洋音楽を幼い頃を聞くと非常にそれは。 にに耳に入ってきてきその深いところまで奮い立たせるようなそういうことをそして本を読んでもいろんな広がりがありいろんなことがあ想像できるというそのようなことに比べると絵というものは本当一瞬でパッと見て分かっちゃうというこれはもしかしたらやっぱり二次的で。 つまらないといとうそういうようなことにすごい何か限界っていうかあ面白くないというそういうことを長年感じていたと思います。<music> 田舎では やることなすこととななすす非常に単純なんですねその話だけじゃなくてお母さんはある面で文学少女でした大変韓国の古典文学にあの竹でたけ出たそのまあ多くの古典小説を暗記しているようなそういう感じでしたけどもお母さんはその米の研き方だけじゃなくてその小鳥の泣き方は聞いてこないいつも同じようなあ泣き方をしているように 聞こえるだろう。でもあれいつも同じように繰り返しているようでいて、その時々でみんな違う思いがあるはずじゃないのかということも言いました。それでその時ふ、うんそうかねみたいなことだったよ。大きくなって考えるとやっぱりなるほど。今僕の住んでいる鎌倉でもまあさまな鳥がよく鳴きますけども、鳴き方はあ毎年いつも同じ。 同じのように聞こえますだけども聞くこちら側もそうだしその泣いてる小鳥もそれは同じであるわけがないです。で、えー、形やそのやり方が同じであっても絶えずそこで違うものが行き来し響き合うというそういうようなことがだんだんと大きくなりいろんなことを考えるようになってから。 本当に似たことの繰り返しの中にさまざまな世界の動きがあるんだなということをまあ感じるようにあるいはそれをその想像で膨らますようになったのかなと思います。